こんにちは、バッファローの山崎です。こんにちは、アシスタントの宮坂です。宮坂さん、今まで保存したデータが消えてしまった経験はありませんか？ありますよ。ちょっと前にデジカメの SD カードが読み込めなくなってしまって、保存していたデータが見られなくなっちゃいました。 SD カードは買ったばっかりだったんですけどね。そのデータはどうしましたか？いや、もうどうしたらいいかわからなかったので諦めてそのまんまにしてあります。せめてバックアップができていればよかったですね。でも、もしそんな万が一の時にバッファローならデータ復旧サービスがありますよ。え、そうなんですか？データが取り戻せるんですか？はい、機器を診断して復旧作業を行います。機器の状態にもよるのですが、データを取り戻すことも可能です。それはすごいですね。バッファロー製品なら当社保証期間内で軽度の論理障害であれば、ユーザー登録をしていただくだけで無償でデータ復旧の対応を受けられる場合があります。一般的にメーカーの保証期間は機器のみの保証ですが、バッファローならデータも戻ってくる可能性があるってことですね。データのサポートまでついてくるなんて頼もしいですね。これからはバッファロー製品を買うしかないって感じです。バッファローのデータ復旧サービスなら有償の場合でも対応製品と障害レベルに応じた固定料金なので、復旧作業後に追加料金が発生することもなく安心です。データ復旧のプロが責任を持ってお預かりするメーカー正規のサービスです。それなら安心してお願いできますね。どうやって診断してもらえるんですか？ウェブで申し込んで機器を送っていただくか、サービス拠点に直接お持ちいただくか、どちらかになります。サービス拠点をお持ちいただいた場合は、その場で診断お見積もりをいたします。もちろん診断に費用はいただきません。持ち込みなら輸送トラブルもないですし、診断結果や料金についてスタッフと相談することができますよ。直接話ができたら不安が解消できそうですよね。ちなみにこのサービスは他のメーカーの機器でも対応してくれるんですか？もちろんです。バッファロー以外の製品にも対応いたします。対象機器はハードディスク、NAS、USB メモリー、SSD、SD カード、ブルーレイや DVD などの光学メディアとなります。それは心強いですね。うちにも家族の写真が入ったハードディスクがあるので、もしも何かあった時にそちらに連絡したいと思います。大切なデータが消えてしまったら諦める前にお気軽にご相談ください。